おしゃ、ミエピーコック釣れた。ほらやっぱシャットなんだよ。イエーイ。はーい、アブのね、新しいこれ、ズームサファリ。この4フィートの可愛いロッドにピーコックバーね、ベビーシャットの組み合わせで小さいけど、いい感じで釣れましたよ。今のはね、2匹泳いでるのが見えて、それの進行方向にチャッ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 って入れたら食いました。そのぐらいの魚だとね、ほんとこの4フィートのこの差をもうね、ほんと面白く遊べるんで、おすすめかもしれないですね。じゃあね、小さいんで逃がしてあげたいと思います。 OK、 はい、ありがとう。はい、タックルですけど、この新しく出るね、4フィートのズームサファリ、それに往年の名作ラッキークラフトの組み合わせね、シャットが効いてるから、こんな組み合わせでね、釣れてくれました。今ぐらいのサイズだったら本当ね、楽しく遊べる竿なんで、おすすめですよ。やっぱね、ここのアブのロゴがかっこいいね。こんな感じの、本当画面に収まりきっちゃうぐらいのサイズで、 P ラインでね、ルアーはラッキークラフトの往年の名作ベビーシャット。結構ね、昔買ったやつだけどね、バリバリ釣れます。あー、まだまだ狙えるんじゃないかな。最後まで頑張ってみますよ。OK OK、 Thank you、 いっぱい釣れた。 Thank you。 やーた、いっぱい撮らせてもらいました。はい、お疲れ様でした。こんなね、忍者みたいな格好してますけども、とにかくもうね、暑い暑いだから、こういう感じでね、できるだけ肌をさらさないようにしてスタンバイ、ね、で今回はね、竿をいろいろ持ってったんですけども、まあまあこういう感じで全部ね、コンパクトに、これで1セットでしょ。で、このね、レジットデザインの竿もスポーン、スポーン、これだけ。ほんで、これもね、これでいい音が鳴った。こんな感じで、特筆すべきはこれね、一番コンパクトだからね。こんだけ、こんな感じだけどね、すごいね、今回活躍してくれました、ね、ズームサファリ、姉妹寸法がね、小さいからね、見てください、こんなコンパクト。まあちょっとごちゃっぺだけどね、すんごい、細かくなるっていうね。これで、まあ、最近の飛行機でも、バッチリ持ってこれるっていう、そういうスタンバイでございます。でこういうね、ロッドティップカバーとかに例えばそのまんま包めば、結構ね、快適に持って帰れるんでね。まあ、こんぐらいね、コンパクトになっちゃうんでね、4つのセットを使ってもこんなコンパクトで、ルアーはね、いっぱい入ってるけど、まあリール入れてグリップしまって、グリップしまって、はい、4つのセットがね、こんなちっちゃくなっちゃったっていうことで、これを車に積んでね、もうあとはね、これ改めてパッキングすれば終わりだから、はい、じゃあ帰りたいと思います。